これはですね、私がね、海沿いの町に行った時の話ですね。海沿いの町が家から離れたところにあって、一回も行ったことがないと。うん、で、まあ一回ぐらいは行って町の様子を見ておこうと思って、まあ買い物するにしてもさ、あの町の様子が分かんないと買い物行けないですし、一回ぐらい行っておかないと何があるとかどういう雰囲気だとか、客層はどうなのかとかね、私に合ってる街なのかとかも分かんないんで、とりあえず行こうと思って行きました。そしたらね、まあ昼間はそんなに天気は悪くなかったんだけども、だんだん3時ぐらいになるとですね、天気が大荒れになってきて、で風がね、すごい風が吹いてきたわけですね。まあショッピングモールとかね、ちょこちょこっと入って、どんなものがあるのかな、どういう品揃えなのかなとかね、この町の雰囲気をね、その海沿いの町の雰囲気を体感して、まあ、夕方か夜になったら帰ろうと思ってたわけですけども、風がめちゃくちゃ吹いてきて、で雨もね当然めちゃくちゃ吹いてるわけで、持ってた折りたたみ傘がね壊れてしまうぐらい、もう暴風なんですね。でこれまずいと思って、ちょっと時間を置こうと思って、なんかネットカフェみたいなとこ入って、で1、2時間潰してですね、で帰ろうと思って外出たら、まだね風がものすごいわけでね、強風で雨が降ってるとどうなるかっていうと、雨がね、雨粒が、大きな雨粒が顔に当たって痛いわけ。当然目にも入ってくるし、めちゃくちゃ顔が痛い。服を着てるところはね、雨粒が当たっても大して痛くないんだけども、その時ウィンドブレーカーみたいなの着てたからね、顔はねむき出しなんで、強風で雨粒が当たるとベチベチベチってね、目痛いわけですよ。で顔なんか赤くなっちゃってるし、で傘はね壊れてるから、ウィンドブレーカーのフードをかぶってですね、まあ、びしょびしょになりながら駅の方まで歩くわけね。で駅の方まで歩くときに、こう何も遮るとこはないような歩道を通って行くんだけど、そこでまたね風がものすごい吹いて、雨粒が打ちつけるわけですね。でも隠れるとこもないし、信号で止まった時なんかね、その電柱の陰に隠れて風をね防いだりとかしてましたよ。まあ後からね調べると、その日はね記録的な強風の日で、はい、まあ天気予報見ないで行ったんで、まあそれはしょうがないんだけども、自業自得なんですけども、まあ、とにかく、なんとか駅まで行って電車に乗ると。電車に乗ってこう海沿いが内陸の方まで行けば、なんとか風はねしのげるなと思って、とにかく電車に乗るんだと。電車に乗れば風がしのげる、駅に入ればなんとかなると思って歩きました。そしたらね、行きでもだいぶ歩いたんで、帰りもだいぶ歩きましたね。しかもなんていうかな、吹きさらしのところで、距離が長い。でこれまずいと、顔が痛いと。でこのままではね、かなりダメージを受けるんで、ちょっと考えて、地図上にね、吹きさらしの海沿いの道路は、そこはね風が強いと。ちょっとね、中に入る、内側に入るとですね、内陸に入ると商店街みたいなのがあるわけで、商店街っていうのはサイドに店がバーってつながっていて、風が避けられるだろうと、そう考えたわけですね。でそこへ入りました。商店街を通って、ちょっと遠回りになりますけども、商店街を通って駅の方まで行くと。風よけに商店街を使ったわけですね。それはね、うまくいって、風はある程度は、まだビュービュー吹いてますけども、雨粒で顔が痛いっていうほどではないと。まあ、でも、とにかく、もうとにかくびしょびしょなんで、早く帰んないと、まずいと。もうどこも売らずにね、もう直線で、
駅まで行って電車乗って帰るんだと。でもうヘトヘトになりながら歩いていたらね、声かけられましたよ。アフリカ系の外国人の客引きみたいな人かな、客引きみたいなバーかなんかの客引きみたいな人に話しかけられて、まあ日本語だったかな、日本語だと思うんですね。で話しかけられて、あ、これは客引きだと思って、でもうね、無視ですよね。もう疲れてヘトヘトだし、もう口を開く、気力もない。あとは泥のように歩いて、駅まで行くだけですから、まあ、後から考えると、まあ、ちょっと愛想でも言ってあげればよかったかなと、そんな風にはね、後悔してますけども、でもあの日ですからね、もう記録的な風で雨粒がもう猛烈に顔に打ちつけるような、そんな日にね、商店街で客引きしても誰も来ないだろうとは思いますけども、まあとにかく、結局ね、ボロボロになりながら、びしょびしょになりながら駅まで行って電車に乗って家に帰ることができました。